令和3年第2回江戸川区議会定例会は6月7日から6月22日までの会期16日間で開会しました。この定例会では令和3年度の補正予算案など各議案の審議が行われました。開会に際し斉藤区長より区政運営についての所信表明がありました。新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言が今月20日まで延長されました。区民の皆様、区内事業者の皆様にとっても苦しい日々が続きますが、日常生活にさまざまな制限がかかる中においても感染拡大防止にご理解をいただき御礼申し上げます。本区の人口10万人あたりの感染者数が23区の中で依然として低い水準を保ち続けているのも皆様のご協力のおかげです。今一度自分自身や身の回りの大切な人を守るためにマスクの着用はもちろんのこと、手洗いや手指の消毒、また移動や人との接触をできるだけ控えるなど基本的な対策の徹底にご協力をお願いしたいと思います。また私たちの日常生活や命を守るために懸命に尽くしてくださっている医療従事者をはじめとしたエッセンシャルワーカーの皆様には心から感謝を申し上げます。なかなか先が見えにくい状況ではありますが、それでも少しずつ希望の光は差し始めています。その一つがワクチンの接種です。本区では現在江戸川区医師会や医療機関の皆様にご尽力をいただきながら、区内約250箇所の病院診療所における個別接種と区内17箇所の特設会場における集団接種によって65歳以上の方へのワクチン接種を行っています。加えて今後は巡回接種も予定しています。予約が取りづらいという声もいただいており、ご不便をおかけしておりますが、7月末までに65歳以上の希望者へのワクチン接種が完了するよう、すでに予定量のワクチンの確保と接種体制の整備はできています。また一部医療機関においては個別接種の予約枠を拡大していただくとともに、区が行う集団接種についてもタワーホール船堀での予約枠を約1万1000人分拡大し、6月14日から7月11日までの毎日接種を行います。なお明日は拡大分の予約受付について本庁舎、各事務所、タワーホール船堀に予約のサポート窓口を開設し、区民の皆様に寄り添った体制を整えています。さらには64歳以下の皆様への接種券も6月中に順次発送いたします。今後も医師会をはじめ関係機関の皆様にご協力をいただきながらワクチン接種を一層加速させてまいります。一方で感染拡大を防ぐための取り組みも引き続き進めてまいります。感染経路として飲食店の割合が高くなっていた今年3月には、その多くが集まる地区の飲食店の従業員の皆様を対象に PCR 検査を実施しました。今後は感染者を早期に発見し感染拡大の防止につなげるため、国や都と協力しながら駅前や事業所、大学、専門学校などにおいて無症状の方を対象としたモニタリングのための PCR 検査を順次していきます。また3回目の緊急事態宣言が発令された際には都と連携し、区内のすべての飲食店約4100件を1件ずつ訪問させていただき、感染防止対策の点検と協力依頼を行ったところです。加えて長引くコロナ禍によって苦境に立たされている事業者の皆様に向けては、区独自の融資制度の受付期間を来年3月末までさらに延長いたします。またそのうちの一つ、経営向上資金融資については、融資限度額を1000万円から2000万円に引き上げることを
本定例会でご提案しています。合わせて据え置き期間も6ヶ月から12ヶ月に延長させていただきたいと考えています。さらに本年度新設した産業経済部においては、区内産業経済の回復とさらなる活性化に向けて、あらゆる角度からの支援をスピード感を持って進めてまいります。なお、新型コロナウイルスの感染状況を考慮し、区民祭り花火大会については皆様の安全安心を第一に考え、本年度も会場での実施は中止するという決定に至りました。今年こそはと楽しみにしていただいていた方々もたくさんいらっしゃるかと思います。そこでいずれについても皆様の気持ちに応えるべく、デジタル技術を活用した代替の実施方法の検討を行っているところです。今は次の会場開催をフルパワーで迎えるための充電期間としてお待ちいただきますようご理解をいただければと思います。さて、本区が直面する課題についていくつか申し上げます。まずは SDGs の推進です。去る5月21日、本区の SDGs に対する取り組みが内閣府より評価され、かねてより目標の一つとしていた SDGs 未来都市への選定を無事果たすことができました。水害リスクがあるというマイナス面を真正面から認識した上で、豊かな自然に囲まれ水の恵みを存分に受けているというプラス面をしっかりと捉え直し、区民の皆様と共にリスクを軽減し強みを生かしたまちづくりに取り組む、そうした計画が評価されたものであります。本年度は本区を含め31都市が SDGs 未来都市に選定されております。こうした全国各地における機運の高まりがSDGs の達成を自分ごととして捉え、取り組みの輪を広げていくことにつながります。これまでも本区は SDGs 推進センターの開設や SDGs 推進本部の設置など全区的な推進体制を整え、まずは区民の皆様に SDGs を知って理解していただく活動を展開しておりますが、今回の選定を機にその動きをさらに加速させてまいります。また本区が目指す誰もが安心して自分らしく暮らせる街、すなわち共生社会も SDGs と理念を同じくするものであります。本定例会には共生社会の実現に向けた決意表明とも言うべき共に生きる街を目指す条例をお諮りしています。これは一人一人を尊重し誰もが安心して暮らせる街を作るために、人、社会、経済、環境、そして未来と共に生きる本区の理想像を表したものです。今日生まれた子どもたちが2100年になって生活しているこの江戸川区を夢と希望にあふれたものにしたい、その強い覚悟を持って制定いたします。一方で本区の目指すべき姿をより具体的に描くため、従来の基本構想、基本計画に代わる長期的なビジョンの策定も進めています。その一環として4月には広報江戸川および区ホームページを通して皆様から広くご意見を募集いたしました。今後2100年にかけて人口や区のお金、区の職員数が減っていくことが見込まれる中、江戸川区の未来をどのように描くかご意見をお聞きしたところ、1ヶ月半ほどの間に合わせて約8000件もの声をお寄せいただきました。50校近くの区内小中学校の児童生徒の皆様にもご協力をいただくなど、幅広い年代の方にご応募いただき、深くうなずくご意見やワクワクするアイデアなど多種多様な声を頂戴することができました。ここでそれらの中からいくつかご紹介したいと思います。まず一つ目は小学生からのご意見です。江戸川区の未来を一言で表すと自然豊かな街、東京イコール都会というイメージがあるけれど、江戸川区はそんなイメージとは反対に
太陽光発電がたくさん使われたり、海にゴミがなかったり、野菜の生産が多かったり、木が多くて空気がきれいな江戸川区になってほしい。また30代の方から次のようなご意見もありました。江戸川区の未来を一言で表すと、新しい豊かさ。人間が生物として自然体として生きていくために、区も住民も深く考えることができる街。少し不便だったとしても時間と心に余裕がある街。一方、40代の方から次のようなご意見もありました。明るい未来という甘い言葉でファンタジーを今語っていては間に合わない。2100年に生きる子孫に愚かな先人と思われないよう、できることは何でもすぐに取り掛かるべきです。いずれも現実を直視しながらも希望を持って来たるべき未来に思いを馳せた率直なご意見です。今後はいただいたご意見を参考に、区民の皆様とのオンラインでの意見交換や、関係団体議員の皆様とのワークショップなどによって議論を深め、区が進むべき方向を分かりやすく示すビジョンとしてまとめてまいります。また区政におけるもう一つの大きな課題が気候変動への取り組みです。今年の九州から東海にかけての梅雨入りは平年より3週間も早く、関東も間もなく梅雨の時期を迎えます。長雨や豪雨、台風などによる被害の恐れがあるこの時期においては、特に水害への備えが重要となってまいります。本区では大規模水害のリスクを区民の皆様に正しくご理解いただくため、かねてより水害ハザードマップを活用した説明会や、小学校における防災学習などさまざまな場面で周知活動を進めてまいりました。また避難に支援を必要とされる方のために、個別避難計画の策定を進めるとともに、広域避難情報が発令された際、自主的に広域避難をしていただくために、お一人当たり3泊で9000円の補助金をお渡しする制度を創設するなど、大規模水害時において誰一人取り残すことのないよう仕組みを整えてまいります。さらにハード面においても、飲料水確保のための設備を避難所に配備するなど、足元を固める対策を積み重ねるとともに、国および都と連携した高台まちづくりを推進するなど、区民の皆様の安全安心を守るための取り組みを進めてまいります。こうした災害対策も含め、気候変動への取り組みを区全体で講じていくため、4月には気候変動適応センターを設置しました。今後、国や都などと連携しながら、気候変動への対応や脱炭素社会の実現のために、より実効性のある施策を全庁を挙げて推進してまいります。さて、今年は山形県鶴岡市との友好都市名約締結から40周年を迎えます。先日、その記念式典がオンラインで開催されました。議長、副議長にもご出席をいただき、皆川市長をはじめとする鶴岡市の皆様と今後ますますの友好関係の発展を誓ったところでございます。鶴岡市とのご縁は、太平洋戦争の最中、学童疎開で約4300人の江戸川区の子どもたちを受け入れていただいたことから始まりました。当時の疎開児童たちは戦後もそのご恩を忘れず、たびたび鶴岡市を訪問したり、お世話になった方々をお招きしたりしました。そうした関係をもとに、昭和56年の友好都市名約の締結に至り、以降活発な交流が行われてきたところであります。鶴岡市は歴史と文化の町の伝統を守りながら、製造業や観光業に新たな風を吹き込み続け、本区と同様、SDGs 未来都市にも選定されている都市であります。今後もお互いの強みを生かしながら、協力して前進を続けてまいります。最後に、新型コロナウイルス感染症が私たちの生活に影響を及ぼすようになって1年以上が経過しました。
区民の皆様、区内事業者の皆様にとっても苦しい時間が続きますが、このような時だからこそ周りの方や地域とのつながりを大切にし、これを乗り越えて次なる未来へ踏み出していきたいと思います。しっかりと前を見つめ、議員の皆様、区民の皆様とともに一歩ずつ着実に歩んでまいります。引き続きのご理解、ご協力をお願いいたします。またご覧の各議員から区政をめぐる諸問題について代表および一般質問がありました。なお、今回開かれました令和3年第2回江戸川区議会定例会の詳しい内容につきましては、区議会だより第243号をご覧ください。